JR 福山駅南口、JR 尾道駅、JR 三原駅、南口古城山公園からの笠岡市街、茨城市街、福山都市圏とは、広島県福山市を中心都市として、岡山県西部から広島県東部、愛媛県の一部地域に及ぶ都市圏ビ貧乏都市圏とも呼ばれる。広島県南東部の広島県福山市を中心都市として広がる都市圏である。 福山平野を中心に南は、瀬戸内海に接し、北は中国産地が迫る。都市雇用圏として、中国地方では、岡山都市圏、広島都市圏に次ぐ、経済規模を誇り、大きな工業生産高と圏域を超えた、都市圏の広がりを特色とする。広島県福山市、府中市、尾道市、岡山県笠岡市、茨城市などが主要な構成自治体である。 雇用都市圏の10%通勤圏の定義では、広島県東南部と岡山県西南部、愛媛県の一部の三県五市二町にまたがり、人口約75万人を要する。雇用都市圏の定義では、全国25番目の規模となるが、県庁所在地以外の都市圏に限ると全国で4番目の規模である。域内総生産は約2兆7,665億円。なお、 都市圏に含まれる、愛媛県部分は、愛媛県大地郡上島町の粋な島など一部当初が、尾道市のベッドタウンであることによるもので、愛媛県本土は東都市圏に含まれない。太平洋ベルトの瀬戸内工業地域の一角を占め、JFE スチール、西日本製鉄所や大手造船企業を抱え、製鉄や造船などを筆頭に、工業生産が非常に盛んである。 都市圏の大部分は、ビンゴ地区工業特別整備地域と重なり、臨海部では、鉄鋼や造船など、重工業が、内陸部では、繊維業や機工業が発展した。上場企業を含む多く企業の拠点を構え、年間祖鉄生産量が全国第一位であるなど、重工業を中心に、工業生産の大きさが特徴的である。 県内の2013年の製造品出荷額は3兆2600億円であり、宮城県以下20余りの県の工業生産校を超え、高知県の6倍を超える日本有数の規模である。大規模な輸出入が行われる国際貿易港から製造、加工、出荷までを行う体制が都市圏内にあり、域内人口も大きく、福山市を中心に独自の商業的な流通網を持つ。 中心都市である福山市は中核都市であり、県庁所在地の広島市から 100km も離れていることもあり、行政上枠に県の主要機関が拠点を構え、民間企業が広島市に加えて福山市に県内第二拠点を置くなどの例が見られる。広島市や岡山市といった周囲の都市に古くから依存せず独自の文化圏を形成しているが、 中心都市の福山市と広島市は高速バスローズライナーで結ばれている一方、岡山都市圏、高松都市圏と一体で東瀬戸経済圏と見られることもあるなど、両都市との交流も盛んである。都市圏の中心都市である福山市を含め小野道市、府中市などが旧貧乏国にあることから貧乏都市圏と呼ばれることがある。しかし、域内の三原の西部地域は旧秋国で、 笠岡や茨浅口などはほぼ全域が旧備中国である。そのため、特に笠岡市、茨市など都市圏内の旧備後国ではない地域では、福山都市圏の故障が一般的である。なお、笠岡市、茨市は江戸時代初期まで旧備後福山半領であり、都市圏は幕藩体制の福山藩の区域とほぼ一致する。都市圏の定義は複数あり、 定義により手に域き、いきな人口が異なる。ここでは代表的な定義を挙げている。2015年国勢調査の基準では、福山市を中心都市とする五市二町で都市雇用権を構成する。いきな生産は2015年時点で約2兆7665億円。2018年10月時点の人口は74万641人である。 2015年国勢調査時点の福山市を中心とする都市雇用圏の厚生市長を一家に列挙する。かつては多くの市町村が含まれたが、現在は市町村合併によって、福山市、小道市、府中市、笠岡市、茨城市、浅口郡里町町、小地郡上島町の五市二町に集約されている。なお、この都市圏の広島県部分は全域が 福山地方拠点都市地域に指定されている。府中市において、通勤者の数では、福山市、府中市の方が、府中市、福山市よりも多い。しかし、府中市の通勤者の10%以上が、福山市に通勤しているのに対し、福山市の通勤者の10%以上が、府中市に通勤しているわけではないので、府中市は、福山都市圏に入るとみなされる。その他の市長は、 福山市への流入超過である。浅口郡里省町は、笠岡市の、落ち郡上島町は、小野道市のそれぞれ10%通勤圏にあたる、郊外都市である。貧乏都市圏は、行政上は、広域行政圏単位で扱われることがある。その場合、広島県内の福山及びお産の、両広域行政圏を合わせた地域を指す場合と、福山、 お3に加えて、岡山県の伊笠広域行政権の三つの広域行政権を指す場合がある。これら三つの広域行政権の合計への人口は889,036人となり、山梨県、福井県など小規模の県の人口を上回る。以下に、それら広域行政権の構成自治体を示す。福山広域行政権50万1,314人比。 三公益業政権24万2029人位、加賀公益業政権14万5793人、連携中枢都市圏構想推進要項に基づき2015年2月24日に福山市長が宣言した連携中枢都市宣言によるもの。連携中枢都市は福山市である。連携中枢都市は指定都市、または 中核市で、中夜間人口比率が1以上、かつ三大都市圏の区域外に所在することを条件としており、福山市を含めて全国で61市が該当する。厚生自治体は、福山市、三原市、尾道市、府中市、世良町、神石高原町、笠岡市、茨城市。県域人口は87万5682人。 県域面積は2509平方キロメートル。県域人口及び県域面積は平成22年国勢調査の値を使用。現在、福山都市圏と言われている地域には複数の都市圏が存在してきた。交通インフラや社会の変化に従って、それら都市圏の枠組みも変化してきた。以下に、ンゴ県域連携中数都市圏に、 岡山県佐藤省と愛媛県上島町を合わせた地域における2010年までの都市雇用権の変遷を示す。南部の市長は瀬戸内海に臨み県域中部から北部に位置する市長は中国山地を後輩に要している。中国山地と四国山地に挟まれた瀬戸内海式機構に属し年間を通じて温暖で降水量が少なく河川の流量が少ないのが 特徴である。都市圏南部で降雪はほとんどなく、年間降雪日は数日ほどであるが、人石高原町など北部の高地を中心に、冬季は降雪が見られる。四国山脈と中国山地に挟まれ台風の直撃は少なく、被害も極小であるが、平成30年7月豪雨では河川の氾濫や堤防の決壊による浸水、 土砂崩れなど土砂災害が相次いだ。地震は少なく、歴史上では地震により大きな被害を受けた記録は見つかっていない。このため、近年までは地震空白域とされていたが、2000年の鳥取県西部地震で震度5弱、2001年の芸陽地震でも震度5弱を記録した。ただし、いずれも人的被害はない。活断層も 近年まで確認されていなかったが、2002年に北部のカモ、行地区から西部の松永地区にかけて活動度 B 級の長蛇ヶ原断層の存在が明らかになり、少なくとも3世紀以降に活動した痕跡が見つかっている。また臨海部には干拓地などの定地が広がっており、南海地震では津波による大規模な浸水が予測されている。 新号の道大橋から見た小道市街ビンゴ都市圏は、爆藩体制の福山藩に大部分が重なる。江戸時代には、福山藩の藩庁や、城下町が所在した福山、広島藩有数の港町である小道、広島藩の城代画廊が治める、市藩的な存在の三原、岩見銀山からの積み出し校だった笠岡、岩見銀山への街道宿場町であった府中が大いに、栄えた。 尾道は、古来から、造船や海運で富をなし、自社が多く混流され文化人を多く輩出するなど、当地区の経済的文化的な中心都市であった。江戸時代に、福山に水の勝成が転望され、福山城の築城や城下町の建築、福山から笠岡にかけての神殿開発を行うが、尾道は、経済の中心としての地位を守り続ける。一方、 水野勝成は、福山への入宝時に、平地の少ない尾道との交換で、遠浅の海が広がり干拓化が容易であり、爆藩大制初期における戦略的な重要拠点であった笠岡を、福山藩に編入した。昭和30年代に、福山に当時世界最大規模を誇る日本交換の、福山製鉄所が進出し、さらに関連産業が発展すると、 福山市の工業生産額は爆発的増加した。また従業員用の住宅団地も建造されるなど人口も大きく増加する。これ以降は、尾道に代わり経済、行政、工業の中心的役割は福山が担うようになる。尾道は南が瀬戸内海面市北からは山が迫るため平地が強小であり、坂の町と呼ばれるほど山の斜面に市街地が広がる。 中心都市である福山市は JFE スチール西日本製鉄所や製鉄関連産業が大きく発展する。またそれ以外にも世界全国シェアの高い製造業を中心に多くの企業が立地し大きな製造業生産工を誇る。福山市や尾道市、尾道市旧因島町、落ち郡上島町などは造船業が盛んであり、 常石造船など技術力や生産工の大きい巨大造船企業を筆頭に多くの造船企業が存在する。笠岡市は広大な面積の笠岡湾間宅地にドールなどの大手農業企業が進出し、植物工場など先進的な農業生産が行われる。JFE スチール福山製鉄所は笠岡市域にまたがり臨海部を中心に多くの工場が立地する。 また昭和期以降福山市の都市下による工場機能の郊外への移転へ伴い、福山市に陶器場の本社を置きながらも、実質的な本社機能や主要な工場を笠岡市に移した企業が多く見られる。セラは野菜や果物の一大生産地であると同時に、ビンゴチューブの商業の中心的存在で、人石高原やヤカは農業、畜産業が主体。これらの地域には、 中国産地に続く産地が広がり、新葉樹人工林による林業も行われる。非県庁所在地ながら主要な都市銀行や証券、保険会社の支店が揃い、さらに大手企業の支店、営業所などが多く置かれ、県の主要機関が拠点を置くなど、県庁所在地並みの扱いをされることある。工業生産校は大きく、ビンゴ県だけで多くの県の工業生産を上回る。 また福山、小道、府中各市を中心に上場企業やトップシェア企業が多く国内では静岡県浜松地域に次ぐ集積を誇る。東都市県地域は福山市と笠岡市への急日本交換の進出に伴い国のビンゴ工業整備特別地域に指定されていたため鉄鋼や造船や繊維、電子産業など商工業分野での連携が強く、また 観光事業や消防など、行政官や民間では、商工会議所との連携も深い。中国方言の採用方言に含まれる、東京式アクセントの福山弁が話される。岡山弁などと同様に連母院の融合の傾向が強く、例えば赤いが、名古屋弁や単語弁と同様に、エイク等に発音される。また、福山藩成立当時に、終わり、 三河地方からの移住者の関係で三河弁の表現が混じっていることも特徴で岡山弁と明確な線引きをすることができる。なお、茨城、笠岡市などは県境を越えるが旧福山藩であり福山市との交流が歴史的に深かったこともあり福山弁とほぼ差のない方言が話されている。古くから潮町の港として海運で栄えた友の裏など 特定の地域では情報方言の影響が今なお残っているた笠岡市のナベ島ではナベ式アクセントと呼ばれる特殊な方言が話されている。都市圏の交通上の中心である福山駅周辺に商業施設が集まる。近年は郊外型の商業施設の進出によりドーナツ化も発生し、駅周辺の商店街の衰退も進んでいる。 2000年までは、福山総合が営業していたが、総合の破綻に伴い営業を終了した。地方銀行信用金庫、信用組合等主要な証券会社主要路線の山陽本線が従貫しており新幹線、開業前までは多くの優等列車が運行された。2009年3月14日のダイヤ改正で、新大特急、はやぶさ、富士が廃止され、 以降は通常ダイヤにおいて都市圏内の在来線では特急、急行などの優等列車は全廃された。都市圏内には規模に比較して多くの路線バス会社が本拠を構える。東西に循環し運行頻度の大きい山陽本線と比較し南北の鉄道の輸送能力は限定的であり路線バスが公共交通の主力を担う。共鉄道や 伊笠サバスは京弁鉄道に由来を持つ会社であるが、鉄道路線の廃止後はバスがその地域の輸送を代替した。都市圏が県境を越えて広がっていることにより、伊笠サバスは、創立地は笠岡市であり、岡山県側に笠岡駅、茨バスセンターの拠点を持ちながらも広島県側の福山駅も重要な拠点とし、福山駅を発着する路線を多く抱え、 路線バスとしては、珍しい越境路線も、多く持つ。一方でモータリゼーションなどにより、赤字バス路線も多く、減便が進むとともに、路線の廃止も多く見られるようになった。2000年代には、中国バス、イカサバスは破産し、両備えグループ入りした。高速バスは主に、福山駅を拠点に中国バスにより運行される。中国バスが運行する。 県外長距離高速バスは11路線があり、被検庁所在地としては非常に多い。イカサバス、本市バス開発などは地域内を発着する数便の中短距離路線を持つ。また、他地域間を結びながらも地域内を経由する、その他の高速バス路線が存在する。福山駅と広島市中心部は中国バスなどにより、ローズライナー型頻度で運行されている。 旅客航路昭和期までは長距離便を含む多くの航路が存在したが、陸上交通の整備により全廃された。また、島の海道の開通で、大四国間航路も廃止が進み、2008年の福山、多津フェリー廃止をもって四国本土を直接結ぶフェリーは全廃された。長距離航路は存在せず、県外路線は短距離のものを除き存在しない。一方で、 都市圏内に含まれる愛媛県の一部当初を結ぶ短距離路線は越境航路として現存する。貨物航路福山港には国際航路も運航されている広島県営の福山国際コンテナターミナル港もあり、県内の海運物流拠点として右肩上がりの取扱い量を記録している。独自に税界関連施設など輸出入のための機関を備え、 大型タンカーなども入港可能な設備がある。引用エラー、中という名前のグループのレフタグがありますが、対応するレフレンススグループイコール中タグが見つかりません。ありがとうございます。